回今日の一曲、ドロアウーピン、うん、いつも言うんだけどね、はい、ハイパイがいいっていうだけじゃもうやっぱダメなんですよね、うん、ツモが良くなっちゃう、じゃあツモをちょっと見てみましょうね、そうそう、はい、何巡か見てみて、そしてあこのツモだったら手が整ってきそうだなとかね、だけどこういう今のアンドのチーマンツモみたいにね、はい、プッとパーマにチーマが重なるというのはいいわけ、これ9万あたり積もるとね、ちょっと辛いなという感じになるからね。形から言えばね、ニーズがなんとなくようだな。そうですね。ね、はい、今あのシャアが統一になったしね。はい、さあ。金子も徐々にというところでしょうか、うん、まだまだ手が決まる、安藤も、うん、白を切りまして単品系の手、うん、ニーツもこれはやはり、うんね、チートですかね、そうですね、 あるいはあの本一枚で伸ばすか、浦田も関数腕が埋まりまして早くもいいシャンテンですね、うん、なんか良さそうな感じだったね、さあここで安藤は3層二刺しの3色、もうちょっとそこまで無理でしょ、無理ですか、あ、うん、ドラが、いや青があんこになりましたね、うんうん、まあ一応、ここそれでいいんじゃないか、浦田がここでパスを切ってイーシャンテンの幅を広げる、さあこれは安藤もローアン引いて手がぐっと引き締まりました、みんなねそれぞれいい手もしてるね、そうですね、あここもいいシャンテン、後継のいいシャンテン、そうそう、ここはね、ニーツ早めにウーピン外した方がいいかもしれないね、早めにウーピンのくっつきを狙うよりも、くっつきよりやっぱソーズの方が楽じゃない、さあこれで何を外すか、3層、手広く受けましたね、早く外しとかなきゃね、安藤が天敗取りくるかもね、ギャンギャンギャン、数ピンあったら入りゃね、絶のあれになるもんね、捨て牌を見てどうするかですよね、そう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 、浦田もこれはもうテンパったらすぐにね、もうそこにいいでしょ、9ピンがもう場に3枚切れてるんですけれどもね、それにどっちの形でもねやっぱ親だからね、ここはそこにかけちゃうよ、なるほど、さあこう白を持ってきて2枚切れ、さあ浦田もいいシャンテンになってからなかなかテンパらない、こち金子もね、まあまあ形にはなってきてるけどまだまだ遅いよね、まあ一番早そうなニーツか安藤かってどっちだろうっていう感じね、ここでチュンを持ってきてチュンをつもぎり、この村田はね、3本でペイトリに行きたいぐらいやな、そうですね、1枚場に見えてますけれども、老朽瓶を先に引いてね、キュービーが3枚切れてると辛いよね、さあでここで一応関数層の天杯入りました、これ一番いいんじゃない、この形で、数層は場に1枚ですね、そし、そして浦田の手に1枚、あと2枚生きてます、今浦田がウーピン引いたよ、ああそうですか、ウーピン引いたけど数ピンがないからね、まあ、こうなってくるとね安藤もこれはいくようなもう辛いところだね、数ピンがないから、さあここで3層切って一平行確定してスチャッソー、ここはもう利益打たない、ああ打っちゃったか、ああこれで浦田が打つか、打つかもしれない、これは3層1枚切ってこれは勝負に行くのか、前回前々回から当たり牌を、ここはちょっとこらえましたね、じゃあちょっと人数の3層打ちがちょっとおかしいと思ったのかな、そうですね、ちょっと浦田慎重ですね今回、さあここで安藤が茶草引かされて、ああこれつもぎり宝珠ですね、面本イーペーコー青8000点ですね、安藤8000点のスタートから始まりました、いやこれはやはり勝ち残りをかけて、浦田も抑える、ニーツも頑張る、金子安藤にしてはちょっとうかうかしてられないっていう感じですね、